こんにちは、整形メイクのみゆです。お願いします。今日は私、今までできるだけ間食はしないという宣言をしていたんですけど、お菓子とかって結構肌荒れとかしたりとか、なんかいろいろ体型も崩れてきちゃったりとかするじゃないですか。なので私はあんまり間食はしない、お菓子はあんまり食べないっていう人だったんですけど、でもやっぱり家族でいたりとかする時とか、彼氏と今同棲をし始めたんですけど、その時ってやっぱ家族だったり彼氏もお菓子は買いだめしとくじゃないですか。そのポテチの匂いだったりチョコの匂いだったり、そのお菓子の匂いを嗅いだだけでも、あ、食べたい、もう我慢できないとか思っちゃったりとか、なんかそれで結構ストレスも溜まったりとかもするんですけど、甘いものも取りたいし、しょっぱいものも取りたいし、そういうお菓子系は取りたいなっていう願望は一応あるんですよなんですけど、やっぱり体型維持のこととか美容のこととかを考えるとちょっとね、手が出せないっていう感じなんですけど、でも逆転の発想をして、そういう時にでも食べられるおやつがあったらいいなと考えたんですよ。でちょうどこのお話をいただいて、いや最高ですそれって言って、もう絶対皆さんそれで悩んでる方もたくさんいらっしゃると思うので、それでね紹介したいなと思います。それも罪悪感がなくおやつを食べられるというものです。それがですね、スナックミーというものなんですけど、なんぞやって思うじゃないですか。そのいろいろアンケートとかに答えて、自分の好みだったりとか、なんか後でやっていくんですけど、そういう感じのをいろいろ答えてって、自分に合ったお菓子がギフトボックスみたいな感じで届くんですよ。それも先行してくれて、何が届くかっていうのはわからないんですけど、それがね届くので、ほとんどそのお菓子の中にはギルトフリーって今話題になってると思うんですけど、人工添加物や白砂糖などが入っていないそうなので、カロリーは控えめなんですけど栄養価もあるっていう、もう一石二鳥すぎじゃないっていう感じのお菓子なんですよ。でですね、実際にですね、私のお家にも届きました。じゃん、こういう感じでギフト型になっているんですけど、こんな感じで届くんだと思って、ちょっと今日はですね、どういうクイズがあるのかとか、あとは食レポを久々にやってみたいと思います。はい、ではお願いします。はい、では実際にその質問にちょっと答えていきたいと思います。どんな感じの質問があるかとかやっぱ気になると思うので答えていきます。あなたにおすすめのスナックを見る。以下のスナックについてどれくらい食べてみたいですかとか、そういう感じのあれがあるんですよ。パウンドケーキとか食べれたら最高ですよね。食べたい。レーズンミックス好き。ドライパインとかも大好き。ドライミカン美味しそう。あー、ナッツ系はあんまり得意ではないので食べたくない。ミックスナッツもあんまりなので食べたくないね。あ、黒糖カリン食べたい。チョコだ、チョコです、チョコチョコ食べたい。普段どのようなおやつをよく買いますか？クッキーとかドライフルーツとか。塩気のあるもの好きですか？もちろん。間食をどこですることが多いですか？自宅ですね。間食を一番することが多いのは夕食後とかですよね。好きなフレーバー、いや、抹茶、紅茶、プレーン、コーヒー。食べられない食べ物とかも聞いてくれるんですよ。あー、シナモンがあんまり得意じゃないですね。苦手な味覚とかもあるので、苦い系はあんま得意じゃないかな。悩みはありますかとかも聞いてくれます。冷え性、便、肌荒れ、貧血気味、疲れ、むくみ、ほとんどっていうやばい。運動の頻度、週に1回程度ですね。はい、という感じの質問を答えていきます。それでですね、実際に届いた商品が、あ、やばいちょっとこちらです。じゃーん、いろんなものが入っているんですけど、マンゴーが入ってるんですよ。しかもアーモンドチョコとかも入ってるし、もう私の好きなものばかりって感じなんですけど、毎回毎回こうやってね選んでくれて、それで毎回お菓子が届くっていうのが、何が入ってるかっていうのワクワク感もありますし、次何が来るんだろうっていう楽しみもありますし、本当に嬉しいこと尽くしですね。これはではですね、これを一食ずつ食レポしていきたいと思います。はい、全部で8種類入っているので、8種類とも全部食レポします。食レポ苦手分野なんですけどまずはですね、こちらです。手作りビスコッティアーモンドチョコを食べていきます。こういう感じのチャック型になっているので、開けて保存しやすいっていうのもいいですよね。こういうのじゃないとわざわざゴムで留めたりとかして湿気ちゃったりとかしたらすごいショックなので、はい、では一つ食べてみたいと思います。こんな感じの形状です。メイク動画みたいになってるけど
チョコとアーモンドが中に入ってるみたいで、いい匂い。いただきます。おいしい。こちらはですね、ビスコッティなのですごいサクサクしてますし、噛み応えも結構あるのでカリッカリッカリって感じですごい美味しいです。でもそんなに甘すぎないので、私結構甘々しいものがあんまり得意ではないので、すごいこれぐらいの甘さだったらなんか余裕で結構全袋食べちゃいそうな勢いです。手作りビスコッティって書いてあるので、なんか手作りで作るクッキーと市販で売ってるクッキーって結構違うじゃないですか。なんですけど手作りのクッキーの味がします。ちょっと最初にクッキー系攻めていきます。こちらきなこミルククッキーを食べていきます。いただきます。うまい。はい、 いやこちらクッキーですね。今食べてみ、なんかケーキ屋さんで売ってるクッキーの味に似てます。すごい、 いやすごい美味しいんですけど、そういうなんか体に健康にいいクッキーとかってちょっとパサパサしてたりとかするのかなってちょっと思ってたんですけど、勝手に。でも全然パサパサしないですし、もし結構しっとりして、しっとりっていうかサクッとするんですけど、ちゃんとなんかパサパサ感とか全然なく、きな粉の風味が少ししてなんかちょっとプレーンクッキーに近い感じの味はするんですけど、すごく美味しいです。次にこちらです。チョコ&アーモンド。さっきと一緒これ。違う、これはさっきはビスコッティだけど、これはクッキーバージョンです。これはなんか大きい感じになってるので、ちょっと割って食べます。チョコとアーモンドが入ってます。いただきます。はい、こちらはですね、普通のクッキーとは味が違って、なんだろうって思って裏見たら、オートミールが一番多く入ってて、こうひまわりのレシチンとかアーモンド系が入ってて、結構でもこれアーモンド感は強いですね。どっちかというとなんかすごい歯ごたえがあって、中はすごいなんかアーモンドを食べてる、アーモンドを砕いたものを食べてる感じはします。チョコも入ってるのですごくすごく美味しいです。次にこちらを食べていきます。手作りかりんとココア。絶対美味しいでしょこれ。はい、こんな感じの棒のタイプになってます。ちょっとなんかジャーキーに見えるけど違います。あ、いい匂い、いい匂い。カリン糖っていう感じのなんか甘々しいカリン糖ではなく、本当になんかナチュラルなカリッカリのサクサクのカリン糖っていう感じがして、感触はちょっと固めのクッキーに近い感じです。でココアの風味が後からふわっと感じの香るで、カリン糖の独特のあの味もするんですけど、ちょっと後からココアがふわっと香る感じがして、これもすごく美味しいです。お次にこちらです。ベジスケかぼちゃ。違う、ベジビスケだ。ベジビスケかぼちゃ。いやこれチェック嬉しいな本当に。はい、こんな感じで可愛い感じの形になってます。一口サイズで食べれそうなので嬉しいです。このベジビスケは多分ベジタブルビスケットの略だと思うんですけど、ほんとかぼちゃを本当にそのままビスケットにしたみたいな感じです。素材の味が生きた感じのビスケットです。これはかぼちゃ好きにはたまらないです。すごい美味しいです。次にこちらです。野菜カリカリスティックお芋。お芋大好きです。こんな感じでちょっとまた一口の細長タイプに作られてます。いただきます。ほんとなんかお芋チップスって感じがします。なんかよくベジタブルチップスみたいな感じあると思うんですけど、あれのお芋のバージョンっていう感じがします。すごい美味しいです。なんかサクサクしたスナック系食べた時とかはこれがぴったりだなって思います。すごい美味しいです。お次にこちらクッキーミックスです。こんな感じでカシューナッツだったりアーモンドだったりクッキーが混ぜて入っております。アーモンドとかね、夏系は本当体にいいって言いますもんね。いただきます。こちらのクッキー自体はあんまり甘くなかったです。でもしょっぱくもないですし、まあ本当にサクサクしたちょっと甘みのあるクッキーっていう感じがして、なんかその後に謎にナッツが食べたくなりました。今アーモンド食べたんですけど、アーモンドもすごい美味しかったです。結構私あんまり安すぎちゃうアーモンドを食べちゃうとあんまり得意ではないんですけど、これはそんな癖もなく全然美味しかったです。最後にこちらです。大好きなブルキナファソ産マンゴー。乾燥マンゴーだと思うんですけど、ドライマンゴー食べてみたいと思います。結構一つ一つが大きくて、結構今これ大きいです。いただきます。うわ、かなりすごい美味しすぎる。ドライフルーツやっぱ美味しい。幸せだなんか結構肉厚なんですよこのドライマンゴーが。なので美味しいですし、よく繊維が入ってるマンゴーとかってあるじゃないですか。その繊維も入ってないのですごく美味しいマンゴーです。
今こちらですね、後ろを見ててこれマンゴーしか使ってないんですね。ただ本当のマンゴーを乾燥させたみたいな、なんか確かに余計な甘さがないというか、素材のマンゴーの味が生かされてると感じがしたので、裏見てたら砂糖とか全然使ってないんですね。いやこれは美味しいはずですよ本当に。ではこの中で私の大好きな3位2位1位を決めたいと思います。はい、まず3位の紹介です。ドル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 、じゃーん、野菜カリカリスティックお芋。こちらはですね、本当にスナック系が結構私考えて食べれないっていうことが多いので、スナック系をこういう感じで食べても罪悪感がないっていうので、わ、本当に嬉しいなと思いました。次に2位の発表です。じゃーん、きなこミルククッキーです。こちらはですね、本当にクッキーもやっぱ罪悪感があるじゃないですか。もう本当なんかケーキ屋さんで売られてるようなクッキーだったので、それなんですけど別に罪悪感もなく食べれるクッキーっていうのが本当に嬉しくて、クッキー大好きなので幼少時代はかなり食べていたので、もう本当に嬉しいです。第1位は多分皆様お分かりだと思うんですけど、じゃん、マンゴーです。これはびっくりしました。多分今まで食べたマンゴーの中で一番美味しかったんじゃないかなって思います。結構噛み応えもあったのでお腹いっぱいにもすぐなりそうですし、すごい良かったなと思います。本当素材の味が生かされてるっていう感じのドライフルーツでした。はい、ではですね、今回はスナックミーについてご紹介していきました。結構なんかそういう健康にいいお菓子系ってあんまりどうなの味っていう系が多いかなって思ったんですけど、本当に美味しくて私結構びっくりします。これならもうそういうなんかスーパーだったりコンビニだったりで、あーとかもうストレスたまるとかそういうでもないし、自分だけのこうお菓子が届くっていうのはなんかオリジナル感もありますし、すごい嬉しいなと思いました。はい、これでね、気兼ねなくお菓子が食べれたり完食ができたりするので、もう YouTube やってる時はもうバクバク食べれちゃうと思います。はいね、これ一つ一つが結構しっかりしているので結構お腹いっぱいにすぐなりそうだったので、バクバク結構ガーって普通のスーパーとかで売ってるんだと結構食べちゃうと思うんですけど、そんなになんかバーって食べないでもうお腹が膨れそうなので、なんか結構いいんじゃないかなってすごく思いました。で、私の食レポいかがでしたでしょうか。この手は何だって感じなんですけどはい、気になった方は概要欄に URL を貼っておくので、ぜひぜひそちらから見てみてください。はい、では今日も見てくれてありがとうございました。バイバーイ。